はい、ガチンコマッチョクラブの皆さん、こんにちは。速稼塾の久保でございます。まあ何を隠そう、私もね、ガチンコマッチョクラブの第1期生でございます。現在、ガチンコマッチョクラブのこの動画なんですけども、106人の方が登録してくださいまして、で、ガチンコマッチョクラブのね、第1期生は10人ぐらいになってるのかなと思います。正確な数のね、まだ報告は今日の時点でないですけども、前回、聞いてみると9人ということだったんで、まあ10人前後という表現で間違いないと思います。でですね、今日はガチンコマッチョクラブのミスター M さん、このね、ボス、我々のマスターの動画をちょっとチェックしているんですね。152話まで確認できているんですけども、確か152話まで出してくださってるんですけども、その中でね、人気の動画をちょっとね、人気の順番に並べてみたんですよ。一番人気なのは3942回再生されている4ヶ月前の動画ですよね。ですから1ヶ月に1000回ずつ再生されて、今4000回近い視聴時間になっているということなんですけども、タイトルはですね、元ホームレス中年デブの腹筋ローラー30日の結果ということで、腹筋ローラーはね、ダイエットしようかなと思う人が、まあ1000円か2000円で手に入る最初のダイエット器具だと思うんですよ。それを中年デブというふうに書いてますけどもね、やっぱ100キロを超えたこのミスター M さんが実際30日やったらどうなるんだってことをやってくれてるんですよ。この左上の図でもね、使用前使用後みたいにありますけども、お、腹筋が力を入れたら割れてるように見えますねというふうなユニークも入ってますけども、実際ここ何日かの今日はステイホームっていう長渕剛さんの曲紹介だったんですけどもね、そこで見るミスター M さんの肉体って明らかに締まっているんですよね。でちょっと横の方を見てみてください。この真ん中のでもいいですよ。真ん中のこの図ね、今ぐるぐるやってますけども、元ホームレス、アイロティックパワーラック、組み立てて6ヶ月前の動画がありますよね。こちらの方と、1ヶ月前のを比べてみてください。これ比べてみたら、明らかにこっちのね、まあ照明の関係もあるのかもしれませんけども、ちょっとかっこよく見えてますよね。このダンベルを持って、リリシー姿もそれなりにかっこいいというね、ことがあります。それで、これは紛れもない事実なんですけど、その下。ベンチプレス100キロ上がる?クエスチョンになってますけども、これね、結論言うと上がってるんですよ。で、ベンチプレス100キロ上がるようになってるんですよね。ですから、このガチンコマッチクラブのミスター M さんは、どういうふうにね、自分が姿を晒すことによって、どういう結果になるかを先頭でやってくれてるんですよね。これ、見てください、これ。2ヶ月前。背筋1分で追い込むっていう、この背中の筋肉ちょっと浮き上がってますよね。うん。まあ、こういうふうにね、やっぱりこう、並べた動画を順番に見てみるとなかなかね、面白いと。再生回数56とか55とか、まあ100以下のが大半なんですけども、今回のこの動画チェックで言いたいのはですね、これしばらく150話ぐらいですよ。だから100本とか200本撮ってる中で、やっぱ人気の動画ってこういうふうに明らかに見えてくるじゃないですか。だって100回以下の動画再生が大半ですよ。やっぱり過半数なんですよ。でもこういうふうに、数百回とかね、いう動画もちゃんとできてますし、全体の1割ぐらいですけども。で、何千回も回って、これ1万回とかそのうち行くんですよね、きっとね、このペースで言ったら。この、だから、1万回を狙えるような動画がもうすでに生まれてるってこと、ここなんですよ。だからこういう動画に出会うために、まずは量産なんですよってお話をね、ずっとしてるんですよ。特に40代の方とか50代の方で、ネットビジネスとか YouTube 始められる方は、最初に、数がいるよ、量産がいるよっていうことなんですけども、はっきり言ってね、100本、200本は量産のうちに入んないんですよ。ね、1000本くらいです。うん、1000本、ライバルがいるわけですから。これ意地悪でも何でもなくて、ライバルがいるから、うん、やっぱ数百回で諦める人いるんですよ。数十回とかね。そういうことを考えていくと、1000本の動画をアップロードするところまで行く人がまずスタートラインなんですよ。1000本も上げられない人は、もう本当にね、稼ぐ資格はないと言ってもいいぐらいです。うん、だから、まずは1000本やっていきましょうってことなんですよ。でも、ミスター M さんは150本の中でね、すでにガチンコマッチクラブの第1期生もしっかりと集められてますし、人気なんですよ。で、チャンネル登録106人起きてるわけですよ。この106人笑っちゃダメですよ。やっぱり106人まで、どういうふうなね、伸びをしてきたかっていうのを、この4ヶ月前の動画から見ていくと、ほんとみるみる上がってきてるわけなんですよ。それは紛れもなく飾らないミスター M さんの魅力であったりね、ミスター M さんの無理をしながら無理をしない、その微妙な精神だと思いますし、たまにはね、こういうふうなギャグでシルベスター・ストローの真似やってみたりとか、時事問題扱ってオーストラリアの火災についてね、こう語ってみたりとか、いろんな角度から関心を自分に向けるための動画を発信してるんですよ。まあ、その中で一番受けてるのが、実際腹筋ローラーやったらどうなるのかっていうふうなね、うん、もうこう考えてみたら多くの方が
疑問っていうかね、見たいところですよね。100キロ以上ある体重の人が30日やったら本当に痩せるんかいなみたいなね、そういうところ興味あるじゃないですか。これつい再生しちゃうわけですよ、こうビュッと。はい、見てください。評価が22の高評価がついてます。まあね、サムスダウンも8件ついてますけども、気にしないと。22人の方がこの動画を支持してくださってるってことなんですよ。去年のクリスマス過ぎてすぐ撮ってますよ。すごいですね。コメント20件もついてますね。継続は裏切らないっていうね、山根さんのものとか、ゆとりライフのはっきりと腹筋の変化わかりますとかね、こうやってコメントに励まされてやってきたとミスタイムさんも言われてます。本当にね、コメントの力ってすごいんですよ。まあ、ですんでね、コメントで人を貶めることもできるんですけども、どうせならね、人を励ましていきたいじゃないですか。まあ、ですんで視聴者としても、世の中にね、価値をもたらすことができるってこともありますし、コメントで応援されると情報発信する方はますますね、やる気になって、もっともっと役に立ちたいと思うようになるわけですよね。こういうふうないい効果を生みますんで、やっぱりね、こう高め合っていきたいなっていうところです。まあ、今日はミスター M さんの動画をね、こういろいろと見て、お話ししてみました、けども、まあね、150本、200本いかない間にでも、ちゃんと形になるってことを、これね、ご覧いただいて、これからもね、皆さんと一緒に、こういうような情報発信について考えていければなと思っております。それでは、ありがとうございました。失礼します。